はいどうもパルプンテサブチャンネルのボクエストということで、今回は J の企画に賛否両論ということで、まあ、夏休みは J リーグにこう生で見るって最高だって書いているこのキャンペーンですね。これに結構まあ賛否両論というかですね、一部物議を醸しているシーンがあったりとか、そもそもね8万人も無料招待、このタダ券のばらまきについてはどうなんだとか、そういうねお話が出ているんで、その辺のお話とかをやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちらサブチャンネルでございますね。こちらサブチャンネルの方では J リーグの移籍の話とか、あとはこういうまあ速報系じゃないですけれどもね、話題の話とか、まあ、J リーグ全般の、クラブの話とかいろいろやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと。そして、メインチャンネルの方ではですけれどもね、浦レッズプラス九州勢の、話をしているんで、よかったら動画概要欄からメインチャンネルもよろしくお願いいたしますということで、早速やっていきましょう。まずこちら、夏休みは J リーグにこう生で見るって最高だ、無料招待キャンペーン合計8万名と、これすごい数字が並んできましたね。まあ、大体こういうですね、ポスターとかじゃないんですけれども、ね、こういう画像を見ると、あ、うちのチームの顔ってやっぱこの選手なんだとか、思うわけでございますけれどもね、それはまあいいんですけれども、ね、まあ、こういうキャンペーンをやりますという話でございますね。そしてこちら、これが、実際のツイートでございますね。夏休みハッシュタグですね、ハッシュタグ夏休みは、J リーグにこう全国8万名を、無料ご招待、 J リーグでは、夏休み期に無料ご招待キャンペーンを実施、初めての方もお久しぶりの方も大歓迎です。夏休みは J リーグに遊びに行こうというのがあるんですね。で、この僕これ後から話すんですけども、ね、ちょっと後から話すんですけど、割と大事なのはこれお久しぶりの方も大歓迎、あ、ここなんだなっていうのが、ね、ちょっと僕は、思ったことがあったんで、その辺の話もあとから、していくんですけど、こういうツイートが、なされたという話でございますね。で、実際に流れた CM はこちらでございますね。まあ、これちょっと音声がないんであれなんですけどもね、僕が喋るんですけども、こういうマスコットとか、家族連れのお客さんがいっぱい映って、こうチアリーダーも映るわけですが、こうお客さんもこう楽しんでるような様子があって、あれこれなんか、あれならなんか今気づいた方いるかもしれませんね。今ちょっと今の失点シーンというかゴールシーンというか、そこに気づいた方いるかもしれませんけど、こういうまあプロモーション動画が流れたわけでございますけどもね。で、個人的に言いたいのは、どうせチアリーダーを出すのであればこれだということで、もこれ有名な写真ですけどもね、柏木 with ガンボ大阪のチアリーダーだということで、まあ、チアリーダー出すならこれじゃないかと僕は思ったわけですけど、ね、まあ、これはいいでしょうということで、まあ、大事なのはこちらですね。何がじゃあ物議を醸しているのかという話ですけれどもね、まあ、物議を醸しているってことでも正直ないんですけれどもね、まあ、札幌の失点シーンばかりじゃないか、まあ、2点2つぐらいですか、得点シーンに関してはですね、得点シーンがいくつか流れてると思うんですけど、これ全部札幌の失点シーンばかりで、札幌のサポーターが萎えているとか怒っているとかじゃなくて、なんでうちの失点シーンばっかりなんだよというなんか、嘆きの声というのがですけれどもね、聞こえてきておりますね。で、あとそもそもじゃあ無料招待の効果、これはどうなんだ、タダ券ばらまいてもその時で終わるんじゃないかっていう、声があるんですけど、個人的な意見というか、まあ、こちらでございますけど、まず一つ、タダ券ばらまきに関してはというか、この企画 J リーグが今回なんで8万人も、無料招待をしようかと、そこの狙いについてはタグマさんのコラムですね、これ、宇都宮さんの、タグマのコラムを読むべきということで、これ僕はいつもタグマさんのサッカーなんちゃらっていうコンテンツに入っているんで、これサッカー関連の有料コラム全部見ている、まあ、全部見ているというか、興味のあるコラムは見ることができるんで、今回これ宇都宮さんのですけれどもね、J リーグのこう狙い、これに関してね、このインタビューされていた記事があったんで、有料記事なんですけどね、僕は読みました、いつものに、これ読んだんですけれどもね、まあ、もちろんこれ有料記事なんで、ね、無料部分もあるんで、まあ、無料部分だけでも正直読んでほしいんですけれども、しかしまあこう全体の記事ですね、全体の記事の内容、有料部分も見るとですけれどもね、やっぱりこう J リーグの狙いというのは試合観戦だけじゃないっていう話でございます。さっきも僕はちょっと触れたんですけれども、お久しぶりの方はですね、ツイートに書いてあったお久しぶりの方もって、そこが僕はこれ、狙いの一つであるというか、僕はむしろそっちじゃないかと。これもちろんこれ、まあ、J リーグの狙いとしては、あのツイッターの動画だけ、見るとですけれども、あ、新規のお客さんを呼びたいんだっていうのがもちろんこれある、これは間違ってはいないと思うんですけど、同じぐらいですね、正直新規のお客さんを呼びたい、それと同じぐらい昔これスタジアムに足を運んでいた方にも戻ってきてほしいと狙いがあるという、そういうお話もですけれども、これ J リーグの関係者からね、これ宇都宮さんがインタビューで聞かれているんで、ここだから有料部分なんで、僕がこれ YouTube で話すわけにはいかないんで、有料部分に関しては話さないんですけれども、まあ本当ね、 J リーグの、あ、僕も最初正直あのツイッターのプロモーション動画を見た時は、あ、新規のお客さんを呼ぶための今回のこのプロモーションというか、まあ企画なんだって感じたんですけど、しかしまあこれ宇都宮さんのタグマのこれコラムを読むとですけれどもね、これ J リーグの狙いというのは、これは本当新規の
お客さんだけじゃなくてですけれどもね、こう新規のこの試合観戦とかだけじゃなくて、昔足を運んでいた、それこそ具体的に言うと2019年、コロナ禍前の2019年ですね、あの頃と同じぐらいこのスタジアムに足をお客さんに運んでほしいというのが、これは狙いとしてあるっていう話でございますね。で、あとはデジタルマーケティングへまあ移行していくじゃないですけれどもね、今後やっぱそこにも力を入れていくというのが、やっぱりこう J リーグの関係者の方から聞けているんで、これもちょっと見てほしいところですね。で、もう一個大事なのが、この企画って参加は強制じゃない、要は J リーグのクラブですね、やるかどうかクラブ次第というので、多分全クラブ一応やるんですかね、どうか分かんないんですけど、ただこのクラブですね、これ参加するクラブによって発見する枚数が違うという話でございます。例えばうちのクラブは無料招待券何枚欲しいとか、何千枚何万枚欲しい、何万枚あるか、うちのクラブは何千枚無料チケットが欲しいですとか、何百枚うちのクラブは欲しいですとか、まあ、この企画の参加自体というか、まあ、強制ではまずないですし、でただ券の枚数どんだけ確保するかというのもクラブ次第ということで、そこもだからね、面白いなっていうの僕は、正直ありますね。浦和レッズとかもそうなんですけれどもね、あまりこう無料招待券やんないんですね。多分浦和レッズ何年か前、それこそ2019年とかそれぐらいの時の浦和レッズのこの無料招待券でのスタジアム来訪者の割合というのが多分 2% ぐらいだったと思うんです。これなんかの、読んだんです、なんかのブログかなんかで読んだんですけど、多分全体の数パーセント、本当ね、一番 J リーグで、無料券によるスタジアム観戦が、少ないのが浦和レッズではあるんですけれどもね、ただまあ正直浦和レッズも僕はもう無料招待券やるべきと思っています、まあ、その話に関しても後からするんですけれどもね、ちゅうのがあるんで、とにかく僕はこのタグマさんの有料クラブですね、読んでほしいなっていうのがやっぱりありますけれどもね。で、次こちら、じゃあ札幌の失点シーンだけだったらちょっと書いているんですけれどもね、これもちょっと嘆きというかですけれどもね、ちょっとフォローじゃないですけれどもね、僕なりの考えであるんですけど、まあ一つはチェアマンからの、無言の叱咤激励であると、これはツイッターの、コメント欄とかリプ欄にも書いてあったんですけれどもね、まあ現在の J リーグチェアマン野々村さんが元、社長ですね、札幌の社長ということまで、まあ叱咤激励じゃないかという声も、あるんですけれどもね、これはどうなんだという感じがしておりますけれどもね。で、あとはですけど、まあ、J リーグサポーターがそれを話題にする、それ自体も狙いだったんじゃないかというポジティブな、僕の考えすぎかもし、れませんけれどもね、要は僕もこうツイッターのリプランとか見ていると、あ、札幌の失点シーンばっかじゃないかっていう声、これを見て僕、あ、そうか、本当だ、なんか札幌の失点シーンなんか、多いなって、それを見て僕も、気づいたんですね。プロモーション動画を見た段階では別にこう札幌の得点、あ、失点シーンが多いとか、なんかそこは全く、見ていなかったんですけども、まあ、要は札幌のサポーターがうちの失点シーンばっかじゃないか、北海道コンサドーレ、札幌の失点シーンばっかじゃないかっていうのがあって、それもまあ狙いじゃないかなっていうの僕の中であるというか、野々村さんなりのまあどこまで戦略か分かりませんけれどもね、例えばあのツイッターでさっき言ったプロモーション動画ですね、まあ、J リーグのそれこそね、ちょっと J リーグってあんまり分かんないけど、ちょっと夏休みにね、どうせ無料招待券配って、くれるのであればちょっと行ってみようかなっていう方が、本当 J リーグとか本当何も分かんない人があのツイッターのこれリプランを見た場合ですけれどもね、何コンサドーレ札幌、札幌っていうクラブがなんかね、ちょっと話題になってんのみたいな感じで、何北海道コンサドーレ札幌ってどんなチームなんだろうって、それで調べた方ももしかしたらいるかもしれませんね。っていうのがやっぱりあります。まあ本当何でもそうなんですけれどもね、どういう形であれ、そこでまあ、これ北海道コンサドーレ札幌という名前を知った方が多分初めての方僕いると思うんです。あそこの本当企画と本当 J リーグに全く興味がないんだけど、ちょっと、気になるみたいな、ちょっと今度、観戦行ってみようかなっていう、それぐらいの本当新規にすらなる前のお客さんですね、が初めてのツイッターを見た感じだとですけど、何札幌っていうそこにクラブがあんの、そもそも北海道に、この J リーグのクラブがあんのとか、そういう話でございまして、あのいつも思うんですけど、僕はあの我々サポーターが思っているほどこの世間の認知度ってないぞっていう話でございます。僕は浦和レッズサポーターであるんですけれどもね、で一番一応ね、一番日本で J リーグサポーターの数が多いと言われている浦和レッズですらですけどね、僕はやっぱりそう認知度というのは少ないと思っております。本当自分たちが思っているほどクラブの認知度ってその一般的には少ないというのがあるんで、これでですけれどもね、うちの町というかうちの都道府県、まあ、北海道に J リーグのクラブってあったのぐらいの方もしかしたらいるかもしれません。そこに対するまあ狙いとしては、これはまあ話題になったんでいいんじゃないかっていう、まあ、これは僕の、ね、考えすぎと思うんですけれどもね、考えすぎと思うんだけれども、しかしまああのツイートを見た、初めてこの札幌を知った方が多分一人でもですけれどもね、一人でもこの札幌のホームページとかにアクセスすればこれ勝ちじゃないかと僕は思うんですけど、本当一人でもいいんで、こういうのでも本当ね、一人でもこれ札幌の名前を知ったって人がいれば僕はこれは成功と思う、まあ、狙いがどうか分かりませんけどね、というのがあるんで、まあ、結果としてはですけどね、それが狙いだ
ったか分かりませんけど、まあ、しかしね、うん、結果として僕は良いこれプロモーションになったんじゃない、この札幌コンサドーレ札幌、北海道コンサドーレ札幌というクラブを知ってもらうという意味では、これは、まあ、うん、結果としてまあ悪くはなかったのかなというの、正直ありますけれどもね。はい、そして次こちら、じゃあ個人的な感想ということで、まあ、勝てば、ね、人が集まるというそういう時代はもう、終わったんじゃないかって思ってるわけでございますけどもね、まあ、よく、ね、浦和レッズサポーターの方々がよく言っていたのがですけどもね、まあ勝てば人が集まるんだと、これ、ね、サポーターがなかなか昔5万人とか平均で4万人か平均4万人とか入っていた時代に比べると、まあ、なかなかお客さんが入んないよねって2010年代の後半もこれ言っていたんですけどもね、まあ、しかし、ね、お客さん勝てば入ってくるよ、ね、昔こうね浦和レッズの試合を見ていた人もしっかりチームが勝てばお客さん集まるよっていうそういう時代は終わったなというのがやっぱりあります。でこの少子化の要因の一つとすら言われるこのコンテンツの増加はですね、まあ、今 J リーグだけじゃなくて日本って本当すごいこれコンテンツ文化が多くて、例えばもうツイッターもあるしね、これネットフリックスもあるしとか、まあ、本当海外のこのサイトとかいろんなものがこれ日本にも入ってきてるわけで、コンテンツというのは本当に多いです。これ多分ねヨーロッパとかと比べてもこのコンテンツの数というのは相当多いはずではあるんですけれども、まあ、っていうのがあるんで、こうなかなか J リーグまで、たどり着くことができない、まあ、この自分にとって興味のある文化とか、まあ、コンテンツというのがいろんなとこから入ってくるんで、まあ、なかなかこれ J リーグに興味を、持つ人が少ない、本当コンテンツ飽和の、時代でございます。でテレビ放送がない今、無料招待、やっぱ直接スタジアムへ足を運んでもらうチャンスじゃないかと思うんでね。っていうんだと、自分はこれ以上の対案が出せないので、これはこれでいいんじゃないかって、本当思ってるわけでございますけれどもね。まあ、だから僕は全然、これのね、招待券のこれ、ばらまきというか、ばらまきでは正直、まあ、ばらまきなんだけどね、ばらまきなんだけども、宇都宮さんのたくまのコラムとか読んでいると、まあこれ正解なんじゃないかって、個人的には思うんで、今後どういうふうにですね、評価されていくかというのを見ていこうと思ってますけれどもね。はい。ということで、以上、プラプンテージルサッカーチャンサブの僕でした。よかったらチャンネル登録します。さら。